皆さんこんにちは、三上優愛です。身長160センチ、骨格ウェーブです。はい、では早速ルックブックスタートしていきたいと思います。今回は私がプロデュースさせていただいているミストレアスというブランドの SS のコレクションからルックブック撮っていきたいと思います。本当にね、着た方が全部可愛いので、こうやって着てる姿を皆さんに見てもらえてとっても嬉しいです。しかも今回初の自宅でのルックブックなんですよ。気づきました？皆さん、はい、こんな感じで1着目、このマーメイドスカートがとってもシルエットが綺麗で、本当に何にでも合わせやすいんですけど、今回はこのバックレースアップのブラウスと合わせてみました。夏っぽくて爽やかでとっても可愛いコーデになりました。このね、マーメイドスカートが生地感がとっても珍しくて、皆さんがお手持ちのものと被らないと思うので、ぜひぜひおすすめです。はい、続いて2着目です。今回はね、結構肩数着ようと思っているので、見応えのあるルックブックになりそうです。そして、こちらの商品たちはもうすでに発売しているものたちなので、ミストレアスのサイトから購入できます。こちら今なんか手こずってるんですけど、裏と表逆に着ておりました。はい、すみません。こんな感じでね、一人でも着れるワンピースになっております。ちょっと装飾が多めで、袖にリボンとかもついてるんですけど、私は自分で全部つけられました。はい、こんな感じで涼しげなサンダルと合わせて、カゴバッグ、カゴバッグなんていうの、これ麦バッグみたいな夏っぽいバッグと合わせて、ナチュラルな感じで合わせました。とっても可愛いです。ミストレアス結構ドレッシーなもの多いんですけど、こんな感じでカジュアルなものと合わせても全然可愛いと思うので、おすすめです。はい、続いてのコーデいきたいと思います。自宅でルックブック撮れるってめちゃくちゃ快適、なんか家の方がやりやすかったですね。しかも家感あんまり出てないでしょ。頑張ってお家を綺麗に保ちたいと思います。このコーデもとっても可愛い、チュールスカートと、ニットブラウスを合わせました。このね、ニットブラウスとても夏っぽい素材なので全然暑くないです。袖のフリルがポイントで、胸元も結構綺麗に開いているので、かっこ谷間が見えないぐらいです。はい、なのですごくシルエット綺麗にデコルテも出るかなと思います。今回このスカートをネイビーと合わせたので、結構寒色っぽいコーデで、夏に涼しげなコーデになるかなと思います。ディオールのトートバッグと合わせました。すごいね、デートにも使えそうな。このスカートが本当に可愛くって、揺れるんですよね。すごいボリューム、生地たくさん使っているので、他と差がつけられるスカートだと思います。何にでも合わせやすくて、T シャツとかと合わせてもさらっと着れると思います。
最近もう暑すぎるじゃないですか。毎日毎日溶けそうで、今年の夏は長そうだなと思って、私は夏が好きだから嬉しい気持ちと、耐えられるかなっていう気持ちで、過ごしております。続いてのコーデは、セットアップです。セットアップに、オリジナルロゴの入った T シャツを合わせました。このね、 T シャツがねとても人気で、オフホワイトは完売してしまいましたが、他のサックスブルーとラベンダーは多分残っている状況です。すごいね、このロゴ可愛いですよね。このコーデ個人的に大好きで、最近よくしております。ツイードといってもサマーツイードなので、全然暑さは感じない、サラッとした生地感のツイードになっております。なんかちょっと寒い時に羽織ったりもできるので、すごくおすすめです。スカートの前にスリットが入っているので、足もとても綺麗に見えます。はい、続いてのコーディネートです。さっきも言ったんですけど、私夏が大好きで、夏のお洋服も好きなので、なんか夏が長いのは個人的にはちょっとだけ嬉しさもあります。声がガラガラしてきました。このドットワンピース、めちゃくちゃ可愛くないですか。もうシルエットが本当に綺麗で、もうさっきからシルエットシルエットばっかり言ってるんですけど、ミストレアスはとってもシルエットにこだわった商品がたくさんあります、ね、これね、襟が取り外し可能で、今つけてるんですけど、つけてない状態でも着れるし、2way で着てください。私はね、個人的にはこう襟がついてるちょっとガーリーなのが好きなんですけど、つけてないとちょっとお姉さんっぽくも着れるので、ぜひぜひどちらも楽しんでください。はい、とっても可愛いですね。この襟、なんか他のものにつけても可愛いと思うので、ぜひお手持ちのアイテムと合わせてみてください。スカートの斜め具合がひらひらってなって可愛いですよね。モテそう。はい、こちらのコーデが、とっても人気で、すでに完売してしまったアイテムにはなるんですけど、紹介させてください。バックリボンの、ショルダーワンピースになるんですけど、本当に夏といえばね、こういう生地感のワンピースだと思うんですけど、リゾートにも着ていけるし、私はこう普段着にも着れるような、柄と素材感にこだわりました。ちょっと今ね、中のチューブトップ、なんて言うんだっけ、チューブトップが見えちゃってるんですけど、私は普段は、ヌーブラをして下着はもう見えない状態で着るのが好きです。ちょっとワンコたちがね、乱闘しております。はい、こんな感じでとっても可愛いブラウンのカラーなんですけど、この柄がとっても珍しくて、ダイヤ柄のレースなんですよ。はい、これを見た時に絶対にこれにしようと心に決めました。ちょっとチューブトップがね、見えてるのがかっこ悪いんですけども、普段は見えないように着た方がおすすめです。ヌーブラがおすすめです。はい、続いてのコーデはこちらです。このワンピースも本当に可愛くて、あとカラーがとってもお気に入りです。このサックスブルーのカラーが、こういうちょっとドレッシーなワンピースでサックスって意外と珍しいのかなと思って、こんな感じでベージュの私とカシラさんのコラボ帽子と合わせたら、とっても可愛いコーデができました。なんか私のファンの方が着てそう、着てほしい、個人的にとってもおすすめなアイテムです。こちらも、ベージュとサックスブルーあるんですけど、本当にどちらも柔らかい色味で、可愛いと思います。
の襟が2層になってるんですけど、そのおかげでね、どの方向から見てもとっても綺麗に揺れるような襟になりました。はい、続いてのコーディネートはこちらです。はい、こちらはね、珍しくミニ丈なんですけども、私は意外とミニ丈とパンプス合わせが好きで、なんかちょっと足長効果もあって大人っぽく着れるのでとてもおすすめです。こんな感じでなんかキャスケットとか被ると綺麗に大人っぽくミニ丈も履けますよね。トップスの襟のデザインもとってもこだわって、すごく珍しいデザインになると思うのでおすすめです。あとこの、キュロットがとっても形綺麗で履きやすくて合わせやすいのでとってもおすすめ でこちらベージュカラーなんですけど、夏はベージュカラーがすごく映えるなと思いました。はい、こちらもとっても人気だったワンピースなんですけど、こちらは、ピンクの方がもう完売してしまっていて、これは私が着てるのベージュカラーの方です。ちょっとねこれサンプルでまだ、前開きがすごく開きやすくなってしまってるんですけど、ちゃんと修正して、そこを開かないようになっていますので、皆さんに届くときは綺麗に届くと思います。でもねこれシルエット本当に綺麗で、シルエットおばさんになってるんだけどこういうワンピースってだいたいねちょっと甘いちょっとフレアのスカートになることが多いと思うんですけど、ちょっとマーメイドっぽく、スカートは大人っぽく、上半身が可愛らしい分スカートは大人っぽく仕上げました。ハーフスリーブがとっても綺麗です。ウエストの切り返しのおかげでウエストもとっても細く綺麗に見えると思います。これもねこういうバケハと合わせるとガーリーになって可愛いですよね。はい、着回しですね、こちらのスカートが。なんかこのスカート私この間旅行の時に持って行ったんですけど、すごく着回せるアイテムでした。こんな感じでね、ベージュのアイテムとネイビーのアイテムってすごく合うんですよね。意外と大人な組み合わせですごく可愛いと思います。スカートがアイボリーとネイビーがあるので両方とも使いやすいカラーだと思います。夏だったらね、アイボリーでこう爽やかなコーデにしても可愛いですよね。はい、最後のコーディネートになります。こちらはね、ニットワンピースなんですけども、スリーウェイで着れるタイプで、多分ね秋までね全然着れるアイテムだと思います。どんどんね秋になって肌寒くなってきた時にこうやってカーディガンで羽織って肩差ししても可愛いし、こちらのカーディガン3ウェイになってるのでいろんな着方があるので、最後までぜひ見てください。最後に着方の紹介もしております。コラボのバケハのツイードの本をかぶりました。なんかこういう無地のアイテムにツイードの帽子ってすごく合わせやすくて可愛いと思います。このツイードのね合わせ方がわからないよと思っている方はぜひこのコーデおすすめです。
こちらが 3way の着方見本です。どの着方が皆さんは好きですか？はい、こんな感じで以上11ルックになります。皆さん最後まで見てくださってありがとうございました。またねー、バイバイ。